おはようございます。シマリスラジオの第5回です。というわけでおはようございます。シマリスです。さあ、これもね、第5回目になりましたね。いや、昨日のさ、第4回ね、ちょっとまあ、短かったし、ね、ラジオ7時にラジオアップされましたっていう告知もしなかったかな、したかな。もうさ、昨日ね、生放送でね、ブラッド・オブ・ライトっていう作品を、スイッチでね、あと、スマホでもできるって書いてあったかな。まあ、スイッチの方でね、やったんだけど、とても難しくてですね、僕にとってね。で、まあ、昨日明けてというか、今日ね、いろんなレビューとかをさ、もう考察を見ようと思って、ね、いろいろ探したんだけど、そしたらレビューのところに結構、ね、プレイ時間4時間、3時間、4時間くらいですみたいな。で、なんかね、達成率、収集のね、なんか達成率みたいなやつがあって、それのね、僕 70% ぐらいだったの、昨日。で、7時間やって、ストーリーやっとクリアして、で、70% ぐらいだったんだけど、なんかね、その3時間、4時間ぐらいでしたって、収集率は90何%でしたみたいな。すごいな、みたいな。で、その人がすごいのか、僕のその7時間やって 70% ってそのセンスがなさすぎるのか。ちょっとね、まあ、おそらく後者、まあ僕のね、センスがないということなんだと思いますが、まあその人もね、もちろんすごいかもしれないよ。そうそう。でも7時間かかってね、そんな全然さ、収集できてないってね、ちょっとショックをね、受けましたよ。あとはね、そう、7時間配信というね、まあ5時間ぐらいは、ね、違うゲームであったんだけど、もうさすがにね、もう、ほぼ朝までさ、やっててね、例えば仕事してる人がさ、ね、働いてる時間、ちょっと短いくらいずっとゲームしてたってさ、ちょっとおかしいよね。おかしい。まあね、長時間配信してる方とかね、いっぱいいるからおかしいって言ったらあれなんだけど、すごいよね。もう僕は体力持たないよ。もうさ、もうあの後そう収録して、で昨日ラジオ撮って、でその後まあ、特に編集とかはしないから、画像をねちょっとつけようとか思って、パソコンに向かって作業してたら、もう気持ち悪くなっちゃって、ちょっとねトイレでね、おえってちょっとねするぐらい、昨日はね、もう僕の体が限界を迎えてたんだよね。もうちょっと情けないことにね、もうそんなね無茶はできないね、年齢になりましたね。まあもしかしたらね、普段から、もうちょっとね、そのゲーム体力をね、鍛えていれば、もう少しもしかしたら長時間配信に耐えられるようになるのかもしれないけど、現状のね、生活、このスタイルでは、僕には7時間配信は過酷すぎましたね。なんで、まあ今後はね、配信、今日のね、配信は、まあ、今日のっていうか、土曜日のね、土曜日の夜の配信は、2時間いかないぐらいだったかな。エンジェリックシンドロームっていうね、やつをやったんだけど、とってもね、面白かった。とっても面白くて、まあ、いろいろね、ルートはあって、全部回収とかはね、しなくて、1本、まあ、とりあえず、まあ、良さげなエンディングを迎えられたので、そこでね、終わりにしたんだけど、まあ、全ルート回収したら、まあ、もうちょっとね、時間はね、数時間になってたと思いますが、まあ、どんなに長くなっても、まあ、2時間か3時間、まあ、3時間やると12時半ぐらいだから、日付またいちゃうんだけど、まあ、2時間か3時間ぐらいで、まあ、進んでなくてもね、一旦ここで終わって、その次みたいな、次回の配信でやりますみたいな、そういう感じにね、しようと、思いました。昨日のね、ひどい僕のひどい状況を見るに、もう耐えられないと、これ以上の終わるまでやりますみたいなことはね、しない方がいいなというふうにちょっと痛感しましたので。なんでね、配信は、まあ、3時間かな、日付またいで、まあ、キリがいいところで、まあ、終わってなくてもそこでね、終わりにしようかなと、まあね、なんかあとはその、ね、選択肢だけでエンディング回収とかホラーゲームとかだったらね、そういうのだったら、ちょっとね、頑張ってやる可能性は、あと30分か、まあ1時間で終わるだろうぐらいな、
ところだったら、まあ、終わる可能、いや続ける、ね、可能性はあるんですけど、まあ、基本的には上限3時間ぐらいで、今後はね僕の体のことを考えてやっていこうと思いますので、まあ、皆さんもねもし僕の動画をねまあ、配信をね見てくれることがあったら、まあ、長くても、まあ、2、3時間で終わるんでしょっていう風にね思って、その後のね予定とかを立てていただけるといいかなと、まあ、別に自由にね別にで抜けてって大丈夫なんですけどまあそんな感じでねやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。で昨日はねまあほとんど寝てたんだけど、その気持ち悪かったからね寝て、なんかちょっとねお腹またちょっと緩くなったりとかしてすぐね、その体調不良はすぐ僕胃腸に来るんで、あこれはまずかったなっていう風にね本当に思ったんだけど、昨日はそう、そのね配信でやったエンジェリックシンドロームじゃなくて、その前のね7時間やったブラッドオブライトの方がね僕英語でやってたのよ。英語でやってたの、ツイッターでもちょっと言ったんだけど、そうこれ日本語版っていうか、その言語設定があってオプションにね、でそれが中国語とか英語とか日本語とか選べるんだけど、まあ、最初にオプション調べればよかったなって思うんですが、ね、日本語があったんでそっちの方でねちょっとねなんだろう、メールボックスに入ってるメールとかさをちょっと読み返したりとか、あとはコンピューター君たちがさいるじゃん、パソコン君たちがさ道中にいて、ね、僕のことをなんとかなんとか様みたいな感じで、なんだっけオールマイティガイドみたいなさ感じで呼んでくれて、なんかやってたんだけど、それはさそのステージに行かないと聞けないんだよね。階層を選ぶさ、エレベーターがある一番屋上ではパソコン君たちの会話は見ることができないんで、ちょっとねその会話を上からね順番に見に出たりとかねしたんだけど、まあ、それもあとブログの方でねちょっとまとめて1回想ずつかな、なんかねまとめて、あんまりこのなんか解説っていうか、そのまあネタバレ的なのを避けてかわからないけど、あんまりこのさ考察っていう風に検索してもあんまり引っかからなかったのね。なんかちょっとその流れを教えてる記事とか、まあ、純粋にやり方をね教えてる記事、もちろん YouTube とかではね攻略の動画は上がってると思うんだけど、あんまりこうピンとくるようなね、もうちょっとこうこれはこうであれはこうな可能性があるみたいな、わあそれいやしかしみたいな、そういう考察のね応酬がされてるかなと思ったんだけど、まあ特にねそういうのがなかったんで、まあ僕の感想をちょっとねそのちゃんとねストーリーを読んでね、日本語で読んでストーリーの感想をねちょっとブログの方に書こうかなと思って今やってますので、まあ、近日かなちょっとねちゃんとした日程は言えないんですが、まあ、僕のねこの動画の概要欄とか、あとは Twitter のプロフィールとか、あとは YouTube のあれかなの僕のチャンネルのページにもどっかリンクが貼ってあったような、そのヘッダーの右側とかにあったような気がするけど、左かな、ね、そこでちょっとブログとかねチェックしてもらえると、まあ、見てもらえるとわずかながらね僕の方に収入がね入る可能性がありますんでなんで、ね、よかったらブログの方もねちょっと更新頻度そんなに高くないんですが確認してもらえると嬉しいかなと思います。よしよし、今日はねまあ今日またねもう朝なんですけどほとんどねなんだけど、今日はねずっとゲームしてたわけじゃないんで他のね作業をしたりとかしてたんで、特に今日はね気持ち悪くなってませんもうね昔はねもうずっとさもうほんとコントローラーを握りながら寝るまでさゲームしてさ、起きてまたゲームしてみたいなねことやってたりとか、あとは僕オンラインゲームは結構ね好きでパソコンとかもやってたんだけど、まあ、一番なんだかんだやってたのは FF の11、11だね。11をね、結構、友達とね、ずっとやってて、途中合間空いて、また、天井部とかが出たタイミングでやって、レベル99まで上げてとか、まあ、いろいろね、やってたんだけど、その時もね、
その時も、まあ、仕事から帰ってきて、でもう即起動して、でずっとやって、でも本当にもう寝る時間4時間くらいかな、4時間ぐらいの、そのもう起きなきゃいけない時間の4時間前までゲームしてゲームして、で、あ、寝るじゃん。でもさ、早く寝たらさ、その早く寝た分だけさ、いっぱい寝ちゃうから、もう時間をできるだけ捻出するために、その起きるギリギリのもうデッドラインのところまで起きてて、で寝て、でも4時間くらいね経ったら目が覚めて、もうこっから準備し始めないと遅刻するみたいなそういうちょっとね、あのいろんな負荷をかけて、あのゲームをねしてたような時期もあったんだけど、もうね、もうそんなことはねできないということがね、もう身に染みて分かったのでね、無理せずね、まあ、睡眠時間は多少取りながら、ね、とにかくゲームを長時間とか、まあ、のあれ脳みそとね目をね長時間本当にもう使いすぎてね、もうちょっと頭もちょっと痛かったんだよね頭もちょっと痛かったんだけど、そうそうそう、でね、トイレでうーってして満身創痍で YouTube のね投稿の予約だけして寝たっていう、そうちょっと昨日はね壮絶な一日をね過ごしてしまったんですがまあね、まあそんな日もあるよね、そんな日もあるね。皆さんはねぜひそこまでね無理はせずに、もしバリバリねもう全然できるよっていう人はもうねガンガンやっていただいて大丈夫なんですが、まあね年齢を重ねてきた皆さんはね、まあ僕の動画を見てるようなウィザードリーとかね、そういうことをね昔から言っているようなおじさんたちはね、まあおばさんもいるだろうけど、年齢層がね上がってきた方々は十分にね、もう十二分にね自分の体調とねを考えて趣味なり仕事なり遊びなり、趣味も遊びも一緒か、ちょっとねやってもらえると、まあ、体壊したらねそれもね楽しいこともできなくなっちゃうからね、やってもらえるといいかなと思います。よし、はい、というわけで、まあ、今日の予定は、まあ、このラジオやるでしょ、で、そのフラットオブライトの、まあ、解説とか全然しない、もちろん僕の実況すら入っていない動画を上げる予定になってます。まあ休みの日なんで別にね10時とか12時とか、まあ、お昼でもいいかなとか思ってるんだけど、そこではねちょっとそう、ね、フラットオブライトってその収集要素があって、で、ま、そのランクがあるわけよ。なんかやらなくてもいいところをまあ、やれるね、やれるところでいやちょっとややこしい説明がややこしくなっちゃうんだけど、そう、ね、ライトをつけていくゲームなんだけど、基本的にはねそのライトをつけなくてもいいところにここでもつけられるよポイントみたいなのがあって、そこの余計なところをつけるとポイントがもらえるみたいな、芯って書いてあったけど、その芯をね獲得できるの、芯ってなんかトイレットペーパーの芯とかの芯ねを獲得できるっていう風に書いてあって、で、あとそれとあとは主なものは手数かな、クリアするまでに、まあ、移動とか吸収とかっていうのは多分あるんだけど、まあ、ちょっとそういう用語の詳しい感じはその、ね、動画とか見てもらえれば分かるんでちょっと割愛しますが、そういうのの、まあ、効率よくできたかっていうね、その手数の制限があって、それを超えちゃう、ある一定のね制限を超えちゃうとランクがね S が一番上で、 S から A になって B になってみたいな感じになってくんだけど、まあ、僕はね S はね一番最初のステージしか取れてないのよ、まあ、チュートリアル的なね最初のステージだけ S で、あとは A か B なんで、まあね、まあ、せっかくなんでちょっと僕ができる限りやってみて、頭がね痛くなったりと気持ち悪くなったりしない程度にある程度やってみて、それの最善、僕の中での最適解を、ちょっと動画でね出しますなんで、それにねコメントとかでこうした方がいいよとか、ちょっと自分からさそのなんかね攻略動画見てって調べていくのちょっとさあれなんで、ちょっとね僕のゲーマーとしてのね
だったら自分でやれよっていうね話なんだけど、まあ、少しでもねコメントしてもらえたりとか、ちょっとね交流ができればなと思って、まあ、僕のねおそらく無言のただ単純にゲームをしているだけの動画を上げるので、皆さんもねちょっと集中して考えてもらって僕のね余計なおしゃべりなんてないから、ちょっと集中して見てもらって、で効率化できるね箇所とかやり方が分かったらコメントでぜひ教えてください。まあ、そういうね、まあ、ちょっと企画でもないんだけど、そういう動画をちょっとね動画投稿としてね上げようかなと思っております。なんでね、ちょっと謎解きとかパズルがね得意な人はね、まあ、更新そんなババッと一気にさこの整理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 って今上げられないんですけど、とりあえず今日1個上がって、あどうしようかな、1個目はね S 取れてるからあんまり意味ないんだけど意味ないんだけど、まあ、2個目以降でねちょっと確認をしてもらったり、あとは僕のその7時間の生放送をかいつまんで見てもらえるとうわっていうところがね多分あると思うんでね、まあ、そういうところをねちょっと見てもらえるといいかなと思います。よろしくお願いします。さて、あちょっと喋りすぎちゃったな、ちょっとね時間多くなっちゃった。一応このバックで流れてるこの曲が3ループ4ループぐらい3ループぐらい4ループぐらいかなぐらいね、で約16分なんだよね。なんでそのタイミングでいつも曲がね終わるタイミングで終わって、でまあ6分20秒ぐらいみたいなね感じだったんだけど、もう過ぎちゃいましたね今日は告知をしてたら過ぎてしまいました。まあなんでね、まあそういう感じでまあとりあえず今日はねそんな感じでやっていって、であと今日の夜の配信はありません。今日の夜は今日の夜っていうか、まあ、日曜日のね夜はちょっと配信ができる環境にね僕がいられないので、夜の配信は今日はありませんので、よかったらね上げる動画とか、まあ、このラジオ、あとは昔というかね以前の配信とか、あとはもう完結してるねそのウィザードリー系のゲートオブゾディアックとか、なんかそういうのをね見て、あこんなゲームをしてるんだなというふうに、もしね興味があれば見ていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。では今日はちょっと長くなりましたが、これぐらいで終わろうと思います。今日みんなお休みかな、お仕事かな、お仕事の人は頑張ってね、いってらっしゃいお休みの人はお体をね休めてしっかりまたね明日からのお仕事、まあ、学校は今ないかな、夏休みかなに備えてねしっかり休んで、まあ、好きなことしたりとか、なんかね溜まってる作業を終わらしたりとか、動画編集とかねそういうことをねそれぞれのペースで無理なくやってもらえるといいかなと思いますので、日曜日をね素敵な日曜日を、お過ごしください。それでは、シュマリスラジオの第5回でした。またね、ラジオは引き続き明日も、あげようかなと思いますので、よろしくお願いします。では、今日も、頑張りましょう。シマリスラジオ、お相手は、ってラジオっぽいね。シマリスでした。じゃあね、バイバーイ。